カンムリウミスズメは世界でも日本近海にしかいない希少な海鳥で、国の天然記念物に指定されています。小さな無人島や岩礁を繁殖地としているため、人目に触れることが少ない鳥ですが、個体数は5000から1万ほどと言われています。海洋汚染や漁業混獲だけでなく、繁殖地にネズミや猫、カラスなどの天敵が侵入したことで大きな被害を受け、環境省レッドリストで絶滅危惧に類